はいどうもシャナナ TV 更新のお時間がやってまいりました、バナナ TV のコーナーでーす、申し遅れました。私、パーソナリティを務めさせていただきますのは局長のノーリーであります。いえ、そしてあなたは安田美子です。よろしくお願いします。お願いします。手打ちましたよね。はい、この番組は、この番組はシャナナ TV で放送されている番組情報や、はい、現在活動中のミュージシャンをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポートなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。はい、そんな番組だったんですね。はい、はい、ということで ということで、はい、今週から、はい、また新番組が始まりました。始まりましたね。その名もピュアッペコアルバーという番組が始まって、はい、ですよね、来たわけですけれども、はい、この番組は、鍵盤ハーモニカの奏者、はい、でもあります、はい、でもありますというか、でもあります、はい、はい、ピアンパこと、瀬野美穂ちゃんがお届けする、はい、はい、番組になっておりまして、うん、はい、で、その相方が、はい、はい、またちっちゃい可愛い相方が、ちっちゃい可愛いね、ピンク色の憎いやつが、はい、はい、その名は、うん、トゥックくんですね。トゥックくんです。トゥックくん。トゥックくん。はい、はい、この2人 ?1人と1匹。1人と1匹。こんな感じですね、はい。はい。で、お届けする番組になっておりまして、はい、今までにはね、なかった、その新キャラクターが登場っていう、ね。そうですね。またそのキャラクターが、いい味出してますね。はい。面白いですよね。はい。41歳。41歳。はい。トゥックくん41歳。トゥックくん41歳。ピンク色の憎いやつ。ねえ、あの番組でも収録中 ね笑いこらえるの必死ですよね。唯一ちゃいますかね、あの僕らの声が漏れて入ってしまって、入ってるんですかね、あれね、多分ね、入ってますね、あれね、だってもねみたいな感じで、本当にあれは、試練ですね。試練ですね。試練ですね。我慢しないといけないですね。はい、それぐらい面白い番組なので、はい、あのお子様とパパママ一緒にご覧いただいて楽しい番組、うん、あー、そうですそうです。たまにね、どっち向けにもね、たまに大人しか分かんないよっていうようなこともね飛び出してきたりするので、そうですそうです。ね、子供向きオンリーかなーと思ったら、全然そうでもなかったね、うん、そう、はい、ね、そんな、ピアンパと遊ぼう、はい、はい、シナナにいよいよ加わって、はい、今週から発信いたしましたので、はい、はい、ぜひぜひご覧ください。そうですね、これの後ですね、はい、はい、はい、というわけで、まず CM ご覧ください。どうぞ。はい、おかえりなさい。ただいまなさい。ただいまなさい。今日なんか我々ちょっと座り方が違うくないですか？違いませんか？あれ？何もいつもと変わりません？いつもとちょっと並びが若干、並びの順番は一緒ですけど、いや違いません。なんかちょっとこう角度が違う感じは。違うかなって思ったあなたは一度再放送見てください。ああ、そうですね。はい。はじめまして。バナナ TV のノーリーですね。はい。はい。はい、実はね、普段はこう、真っ平に、こう、真横に並んでるんですけどね。はい。今日はなんかこういう、ちょっと、なんていうんですか、これ、会議っぽい感じなんですけど。はい。行ってみましょうか。はい。はい。はい。何をバナナ TV! 奥さん。いいですか、はい、はい。バナナ TV!緊急企画会議のコーナー、ね、始まりました。今日はゲストのコーナーじゃないんですね。あの、一人で受けない。今日はゲストのコーナーじゃないんですね。そうなんです。今日はね、ゲストさんはいらっしゃいません。はい、はい、
なぜならこの緊急企画会議を、はい、取り行わなくては。そうなんですよ、局長からね、はい、集合がかかりまして、はいはい、緊急企画会議をするから集まれと、はいはい、全員集まれと、全員集まれと、はい、集まったのが私だけと。変更1 変更1 はい、はい、緊急企画会議が始まるわけでございますですけれども、はい、シャナナ TV、うん、いよいよですね、うん、今週から、はい、セカンドクール、セカンドクール第2クールに入りました。第2クール、4月、5月、6月の3ヶ月間で、はい、第1クールが終了したわけですけれども、はい、第2クールに入りましてですね、第2クール、これどんどん、面白いことをどんどんやっていきたいと、はい、うん、なので、安亜美子くん、何かこう面白い企画はないのかねという。はい、局長、はい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 、早速ですか。はい、はい、企画その1、はい、ですね、うん、このシャナナ TV の、はい、親会社というか部外であるテイクセブン、テイクセブン、はい、そこでは局長ではなく、はい、ノーリー社長、ああ、そうですか、はい、ノーリー社長が、はい、テイクセブンでは、うん、レコーディングされてますよね。そうですね、レコーディング、はい、曲作ったりね、ですよね、レコーディングしたりとかね、はい、いろいろやってますよね。そのレコーディングを、するにあたって その局長がなぜそのレコーディングを始めたかみたいな、ね、思いを前に、多分このバナナかなでも聞かせていただいたかと思うんですけど、ね、はい、はい、あ、バナナ、スペシャルの方です ね、の方でも話したと思うんですけれども、はい、その時に、うん、メジャーではなくインディーズのね、うん、方々がいろんなところに持って出るために CD を作られるということで、はい、その方々に手の届く価格で、でも質のいいものっていうのをね、うん、作ってあげたいっていう思いをおっしゃってたの で、はい、ね、高いお金を出していいものっていうのはもうどこでもあるので、はい、テイクセブンはできる限り価格を抑えて、うん、でもそれでも質は下げないっていうね、うん、やり方をしてるというところで、はい、シャナナ TV もそのインディーズのアーティストの方々の何かお役に立てないかと、バックアップってやつですね。はい、ティーアップってやつですか。ちょっと違いますね。ヒップアップでもないですか。ヒップアップでもないですね、はい、バックアップは違いますね。バックアップ違いますね。はい、バックアップ、はい、バックアップ何かできないかと思ったので、はい、うん、シャナナ TV で、うん、PV、 PV、うん、プロモーションビデオ、プロモーションビデオですね、はい、を流してあげれないものかと、いかがでしょう、局長。なるほど、はい、プロモーションビデオを番組で流すってことですか。ですね、番組と番組の間に、うんうん、今現在、うん、テレビじゃなーいとか、テレビじゃなーいシャナナ TV はテレビじゃなーい、テレビだよ、はい、はい、そういうのが流れているところの、うん、その番組と番組の間、あー、そうですね、まあ、いわゆる CM が流れてるんですね、はい、はい、その隙間時間を流してあげて、あ、なので、まあ、長いものは無理なんですけど、はい、約1分ぐらいのものを流してあげれたらなと、はい、うん、なるほど、番組が終わって、うん、CM が流れて、うん、で、そのプロモーションビデオが流れて、はい、うん、で、次の番組に行って、そうです、そうです、いいじゃないですか、ね、そしたらちょっとでもいろんな方に、はい、見ていただけるんではないかと。それ本当そうなんですよ、ね、今ね、テレビよりネットの方が、はい、うん、要はやってる人がすごく多いでしょ、はい、でやっぱりね、ネットってこう検索がこう、うん、検索がこう軸なんで、うん、こう検索しない、検索しないアーティストは永遠に出会うことがないっていう、そうですね、うん、そういうしきたりなんで、しきたりっていうか、うん、そうしか発見できないですよね、うん、そうですね、知ってる、例えば誰々なんとかザイルとかそういうのだったら、うん、検索ワードで引っかかって、あ、出てきた、出てきた、いっぱい出てくるんですけど、そうですね、もう、うん、普通に撮って自分で上げていらっしゃる方もそこに行かないと見れないですから、いけないです、その人を知ってる前提ですもんね、うん、名前か何かを知らないと、うん、ですよね、永遠に出会うことがないので、うん、でね、それをね、まあ、音楽にはだけには限らないですけど、はい、それがやりたかったっていうのもシャナナ TV の実は狙いだったんですよね、うん、うん、例えばこんな面白い話する人がいますよとか、はい、こんな面白いことやってる人がいますよっていうのも検索しないと出てこなかったんですけど、そうですよね、シャナナ TV 一日ダーって見てくれたら、うんうん、なんか、あ、
こんなのがあるんだとか、ラグビーってこんな面白いのがあるんだとかっていうのを知れる機会を作りたいって思ってたのに、音楽のことやるの忘れてました。そうなんですよ、元音楽のね、制作会社なのに。そうですよ、アラマで作る、アラマで作る東大元暮らし、ね、元暮らし、はい、はい、というので、その PV を一般の方に、から、応募しようじゃないか。あ、募集ですね。募集して応募してもらう。募集したいなと。募集しましょうか。はい、で、その募集の、条件といいますか、はいはい、これは農林局長に決めていただかないと、私の権限では。さすがにね、プロモーションビデオを作ってあげますよまではちょっと、ね、今忙しすぎますの で、 そうですね、でも PV 作って持ってる人って結構たくさんそうです、ね、いるんじゃないですかね、僕の知ってる限りでは、いらっしゃいます、PV、いらっしゃいます。一回ここにね、ゲストで来てくれたメダモエルさんとかも、すごい質のいいの、ね、いい PV ちゃんと作って持ってたので、そこそこなんか活動してる人とかで、でもちろん、ちゃんと作った PV じゃなくてもこうライブ映像とね、なんかカメラが切り替わって、で、自分たちの曲の、あの音と、ちゃんと合ってるような、いわゆる、別に手作りとかでも構わないので、なんかそういうちゃんとビデオを持ち込んでくださる方、そういうアーティストさんの、プロモーションビデオじゃあ流しましょう。できるか、条件的には。その、内容は、どんな曲でもいいんですか。オリジナル曲の方がいいですね。そうですね。カバー曲とかだとプロモーションにあんまり、そのアーティストの例えば CD 買ってもらったり、ライブに来てもらったりとか、そういうのを応援できる形の方がいいですから、オリジナル曲で、なんかプロモーションビデオかプロモーションビデオめいたものを持っている方、に一応限定はさせていただきましょう。はい、で、その中から、こちらでも厳選させていただくという、そうですね、ね、たくさんね、200本も300本も来たらこう流せないので、その数に関してはちょっとまだ決めらんないですよね、ここではね。そうですね、いいものをどんどんじゃあ流していくっていう企画で、はい、ヤスアミコさん、いい企画ですね、素晴らしいですね。たまにはね、たまには、まあ結構ね、いいことおっしゃいますね。たまにはね、褒められ慣れてないので、すごい止まって、ちょっと手汗かいてる感じですけどね、はい、はい、ということで、応募の方は、どちらに、こちらにしましょうか、この辺りこの辺りか、この辺りか、はい、はい、どんどんご応募ください。ご応募、合ってますよね、応募ください。そうですね、はい、いいですね、はい、企画その1終了です。もう企画その1、その場でその場で通りましたね、はい、あ、じゃあちょっと私休憩ね。休憩って他にちょっと企画はないのかね。他に企画はそんなにいっぱいペンペン出てこないですよ。局長ないんですか。局長ね、イベントをね、やりたいかな。なるほど、うん、イベント、はい、どんな。シャナナ TV プレゼンツ、プレゼンツシャナナ TV イベント、イベント、イエーイそういうね、どんなっていう、そういうどんなじゃなく、はい、中身どうがいいんですかね。ライブイベントとかですよね。ライブイベント、うん、なんか、こう、パーソナリティの人とか、ゲストに来てくれる人たちとか、もちろんシャナナの局員とか、なんかその辺で、なんかこう盛大にですね、盛大に、なんかイベントやりたいなーみたいなことを考えてますけど、いいですね、やりましょう。どんなイベントがいいですか。どんなイベントがいいですかね。でもなんかそのジャンルを問わず、詰め込める感じまたざっくりですよね。いや、僕が振った内容も大体ざっくりなんですけど、そこはちょっと落とし込んでもらおうかなと思うフリやったんですけど、ざっくりで帰ってきましたよねはい、これペンディングですか。ペンディング、あ、延期ですか、これは。はい、延期。あ、でもこれ、はい、確かにイベントやりたいっていうのは、僕たちの中でもあるんですけど、今僕もざっくりで投げてる、アミコさんもざっくりで返してきて、ざっくりですよね。ざっくり、いや、そのままですけど、ざっくりなんで、なんかこれちょっと、こう、
誰かをこう、こう一緒にこう会議の中に入ってもらって、はい、で、なんていうの、もうちょっとこう具体的に形にしていきませんか。いきましょう。うん。ということで、はい、他の番組パーソナリティの人もそうなんですけど、はい、多分それだけではね、アイディアとか足りないので、うん、なんかちょっとサポーターみたいなのを募集するのとかどうですか。そうですね、うん、イベントのぜひぜひイベントだけと言わず、もちろん番組の方もなんですけど、うんうん、なんかサポーター、サポーター、うん、まあ、これもざっくり今言ってますけど結構ね、その、まあ、当日イベントやるにしても、その当日も楽しいけれども、そこまでの過程、あの他の番組作りと一緒で、はいはいはい、出来上がるまでの過程も一緒に楽しみませんか。ああ、そういう感じ、そのざっくり感いいですね。ね、あ、じゃあそれで楽しみませんか。楽しみませんか。うん、いいじゃないですか。はい、でサポーターをじゃあどういうなので、何をしてもらう、イベントとか、うん、まあまあ今後の、うん、シャナナの新企画であったり、イベントであったり、企画もイベントも、はい、全部ってことですね。そうですね。ああ、俺これできるぜとか、うん、私これできるわよとか、うん、なのでその、うん、まあ案としては、うん、皆様のお声もいただきたいですし、メッセージとかね、はい、メッセージとかで案いただけると嬉しいですし、うん、さらにそこに加わって一緒に立ち上げやるよっていう人いらっしゃったら、それもそれでそれね、別でご応募していただければ、それ助かりますよ、ね、それあなたやりますか。やりましょう。あなた やってくれます。あ、じゃあちょっと、こちらまで応募して、今すぐですか。あ、番組終わってからCM の間でも大丈夫です。はい、出していただいて、はい、で、あ、こちらですね。こちらですね。応募していただいて、サポーターとして、はい、あなたもシャナナ TV と一緒に活動しませんか。ということで、はい、新企画と、はい、イベントと、はい、サポーターと、はいはい、この3点募集で。ああ、なるほどなるほど、はい、そうですね、はい、募集いたしましょうか。はい、よろしくお願いします。全部今企画会議で、うん、アイデア出た瞬間に全部採用になってますけど大丈夫ですか。この企画会議で企画を私たちしてないじゃないですか。なんか、あ、企画待ちください、あ、企画ください会議ですよね。ですよね。ですよね。でも、私たちのね、頭だけで考えるよりも、一人でも多くの ね、お声いただいた方がきっと楽しいものができるかと。3人によれば文殊の知恵って言いますけど、今2人ですから、はい、ね、健康、はいはい、健康1、はい、2、はい、なのでね、はい、はい、ぜひぜひ頑張ってください、うん、そうしましょうね。はい、今もう一個思いつきました。何、一応ね、ここのシャナナ TV の局があるのが大阪なんですよ、うんうん、大阪ですね。大阪なんですよ、うん、なのでどうしても、うん、関西地域の情報を主にお伝えする感じになりがちなんですよね、うん、なりがちっていうか今のとこ全部関西。いや、でもね、1個あるんですよ。エレガンスマダム4月の部屋では鹿児島弁講座があるんです。ああ、そっかそっかそっか、はい、まあね、それの言葉とかだけなので、うんうん、あと他のね、やっぱり地域のところの、はい、情報っていうのがね、なかなか私たちも、うん、制作企画、そうか、情報収集がちょっと遅いですよね。なかなか手がね、うん、回らなくて、各地にまで行くっていうことが難しかったりするので、難しかったりしますね、うん、なので、うん、その各地の、うん、例えばイベントだったり、うん、そういうご当地だったりのご紹介を、はい、を映像で撮ってきていただいたものを送っていただければ、うんうん、あ、投稿映像で、はい、このバナナ TV の中で投稿コーナー、投稿コーナー、こが投稿コーナー、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 あ、はい、斬新じゃないですか。もうそれ あれしましょうよ。こんなんでーすって、もうカメラもこう自分でこう撮ってもらって、はい、こちらがーみたいな感じで、もういきなりなんていうの、即席リポーター、そうですね、みたいな。まあ、ただできれば、うん、
できればやっぱりその撮るのに、うん、例えばこう自撮りしながらってすごくブレちゃうので、うん、まあ若干練習もしていただいて、なるほどそうですね、結構酔っちゃうのでね、画面が揺れるとね、映像酔いってやつをね、はい、うん、それをなかなかこちらでね完璧に修正するっていうのはできないので、うんうん、はい、できるだけ揺れの少ない映像が嬉しいんですけど、まあ2人ペアとしてね、うん、じゃあ私撮るよ、私喋るよみたいな、こうね、そうですそうです、もし映るのが嫌な方は、はい、あのお声だけでもいいんですよ、そのものを映していただいて、うん、お声だけなんかご説明でね、その方がいいですね、くださってもいいですし、変に モザイク入った映像が送られてきても困りますからね、はい、ですし自分も映りたいっていう方は、うん、ぜひぜひ一緒にね映っていただいて、うん、まあ、誰かとペアでね撮っていただいて、もうじゃんじゃん映っていただいたものを送ってくださる、あー、それなんかあれしましょう、なんかルーキーとかこうなんかルーキーなんかこういろいろ採用された数で、はい、こうなんかランクがついたりとかするような、ルーキー、うん、なんかあったじゃないですか、ボキャブラなんとかっていうテレビとかで、あ、はい、うん、はい、そういうなんかあの常連さんみたいな、あ、なるほどね、面白くないですか、面白いですよ ね、うん、ぜひぜひ、ええ、そういう、うん、映像、うん、を送ってもらおうかですね、映像送ってもらおうと思う、はい、うん、はい、それをバナナ TV、 バナナ TV で流す、じゃんじゃんご紹介する、バリバリご紹介、バリバリご紹介、私今日なんか全部素通りですね、全部今企画通ってますよ、ええ、まあ僕が全部素通ししてるだけなんですけど何でもいいのかお前っていうね、よくじゃあウェルカム姿勢最高で、ええ、ウェルカムすぎるって言ってはい、そういうのがもう全国各地、いや、というか海外とか、うん、海外以上モスクワからお届けしました、うん、っていう感じでね、ね、うん、できれば日本語が嬉しいですけど、うん、あの日本語が、でもまあこれ見てる方は日本語わかるでしょ、あの日本語わかんない人がいきなりこれを見てロシア語で送ってこないでしょ、きっと大丈夫だと思いますよ、そこは、そっか、はい、そうですね、うん、はい、全然僕ら理解できないからね、はい、そうなると、はい、はい、うん、でも面白い、海外、え、でも海外在住の人でこれ見てる人とか結構いるんですかね、いるんじゃないですか、なんかね、アクセス見ると、うん、オーストラリアとか、うん、イギリスとかからのアクセスはあるんですよ、はい、なんでひょっとしたら海外在住でこれ見られてる方とかいらっしゃるかもしれないので、いらっしゃるんじゃないですか、なんかね、日本語懐かしいぐらいの感じで、うん、これあの見てくださってる方は、はい、ちょっと参加してみようかななんて思っていただいてね、ね、なんか交換みたいな感じでね、うん、こちらからも、うん、その今の現在の日本の情報をお送りするので、醤油を送ってあげるとかね、はい、味噌を送ってあげるとか、向こうからはチョコレートを送って、そうそうそう、ベルギーチョコとかねそれテレビにならないでしょ、それじゃあただのブツブツ交換、友達とやってたらいいじゃないですか映像ね、映像を送ってもらいましょう。でこっちで。そうやって言うから局長が。はい、もう僕が、もう僕のせいですでも。はい。そうね、映像でね。はい。でこちらでは、こちらから映像を世界に発信するっていうことでいいんじゃないですか。別に醤油送らなくて、まあ醤油送るって言ったら僕ですけど、厳密に言うとね。はい。いや反省しなくていいんですよ。番組続けてください、はい、という感じの、はい、ね、新企画ちょっと整理しましょう、じゃあ、はい、何と整理はじゃあ CM の後で、はい、CM の後ですか、それまでに笑いを収めた、はい、わかりました、じゃあ CM の方どうぞ、はい、ただいま戻ってまいりました、はい、で、まとめましょうか、まとめましょう、先ほどのお話ね、はいはい、うん、まず一つ目がプロモーションビデオ、はい、インディーズアーティストのプロモーションビデオを大募集、うんうん、大募集、こちらに出しましょう、はい、1番、はい、1番、はい、2番が2番が、はい、イベント企画、イベント新企画、うん、イベント企画、イベントや
新企画、うん、企画募集ですね。はい、はい、募集、はい、そしてそれを一緒に形にして作り上げてくださる仲間、はい、スタッフもスタッフサポーターですね。サポーターも、うん、同時募集、同時募集、これ2番と3番でいいですか。そうですね、はい、はい、2番が企画全般募集と、はい、3番が、サポーター募集、はい、ということですね。はい、はい、そして、最後が、うん、各地の、うん、イベント情報や、はい、ご当地情報などなどの、はい、映像を撮って送ってくださる方大募集、うん、ご当地リポーターズ、リポーターズ、そうですね、はい、ご当地の情報を、投稿していただいて、はい、でそれをコーナーにしてしまおうと、しまおうということですね。はい、はい、という感じです。この合計4つが、はい、今日は企画会議で決まったんですけれども、はい、これ4つとも、はい、ね、やめときましょう。なんで？そう、なんで？嘘です。なんで？じゃ冗談ですよ、全部やりますから。これ醤油、醤油、醤油醤油からね、醤油、はい、そういうのは冗談で、これ4つともね、はい、募集かけたいと思いますので、はい、ふるってご応募ご参加していただければと思います。はい、はい、はい、何止まってるんですか。番組進行してくださいね。終わりかなと、はいね、はい、で、応募先は、応募先もここに出しましょうね。はい、その募集する内容がこちらでね、応募先がこちらです。こちらにご応募ください。ください、はい、お待ちしてます。はい、ということで、ということで、はい、うん、その募集は、うん、今回新企画として今募集かけさせていただきましたが、はい、今まで通りシャナナの、うん、シャナナの、シャナナの仲間、うん、シャナナファミリーも大募集。シャナナファミリー。あ、そうしよう、そうしよう、そうしよう。そうしよう、そうしよう。ね、番組のパーソナリティというか、番組を、うん、新しい番組をやりたいよーっていう方。やりたいよーっていう方を、どんどん募集したいと思います。はい。もう、でも本当に、7月、8月もどんどん番組が、まだこう、撮り始めていないものも、含めると結構たくさんありますね。はい、そうですね。なので、私たちどうなっちゃうんでしょうかっていうぐらい、本当に日々本当にこう目が回るほど、はい、遠くを見られてますけどね、はい、あみたいなね、ね、でもじゃん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 仲間が増えていくのがとっても嬉しいので、うん、もう仲間が増えるほど多分イベントとかも楽しくなりますよね。そうですよね、うん、とあとその、まあ、番組をやりたいっていう方も、うん、だし、うん、あと今現在やってる番組応援したいよっていう方とかね、あ、なるほど、ね、うん、例えば、うん、ヒラボンとかね、うん、衣装募集してるので、あ、言ってましたよ ね毎回衣装大変なんよって言ってましたよ ね、うんうん、ね、そういったね今、うん、実際にある番組を、はい、いろんな形で応援したいよって言ってくださる方も、うん、持ってくださる方もぜひぜひお声の方を期待してください、うん、はい、はい、ということで、ということで、はい、いいですか。はい、どうぞはい、今週もお届けしましたバナナ TV を楽しみいただけましたでしょうか。この後もシャナナ TV のバラエティあふれる番組をお楽しみください。また次回もお会いしましょう。バナナ TV!